皆さんこんにちは、モレノです。本日は初段第1弾、リバプール対マンチェスターシティの一戦をフォーカスしていきます。リバプールの選手がクラークです。もちろん売り出し中の若手ですごくいい選手ですし、ポテンシャルはあるんですけど、クラーク出すなら遠藤航で良かったんじゃないかなっていうのが、多分日本人じゃなくても思ってるんじゃないですかね。それぐらいちょっと人選的に、しかも40万って結構高額な SBC で来てるので、ちょっと驚きのある人選なのかなと思います。でかつクラークというよりはリバプールってセンターミッドでマクアリスターが直近のショーダウンで来てるので、同じセンターミッドの選手を、この試合本当にもうプレミアの優勝を決めると言っても過言ではない試合だと思うんですよ。これを勝った方がどんどん上いくかなと思うので、本当に僕自身楽しみですし、ただクラーク来るなら遠藤、ガクポ、フラーフェン、ショボスライ、あとはツミカスとかジョーゴメスとかでも良かったんじゃないですかね。ジョーゴメスとか昔初代はありそうで、なんかあったような記憶はありますけど、クラーク来たかって感じです。ただ作成コース40万コインで本当に高い SBC となっております。ハイハイワークレートのスキル4、逆足4のみ1機のやや爆発的なボディタイプです。でセンターミッド CDM にはなりますが、左ウィングができるので、今回左ウィングに入れてるんですけど、そこら辺はチームの柔軟性を考えるとすごく便利だなと思います。で、勝てばプラス2、勝てば相当なアップグレーになるんじゃないかなと思っていて、かつ今ショーダウンのエボリューションが来てます。新しく昨日からエボリューションが出てきてて、マクアリスタとかの対象に入るのですが、このねショーダウンのエボリューションすごく良くてですね、さらに実質的にさらにプラス1をもらえるイメージですね。全体的にオーバーロールが1上がって、ディフェンスが2上がって、その他は全部プラス1なんですかね。ディフェンダーにとっては嬉しい、ディフェンダーミッドフィルダーにとっては嬉しい状態になってます。なので勝てばプラス3上がるっていう中で、ペースシュート90台乗ってきますし、本当とてつもないカードになる可能性はあるかなと思います。で能力的にもね、悪い能力ってないですし、守備意識が若干低いのと、あとドリブルがすごくいいわけではないので、そこはちょっと見ていければなと思います。ただドリブルが良くないんですけど、シールドプラスを持っているので、おそらく数値以上のドリブルっていうのは見せてくれるのかなと思っております。ただ本当にこのカードがプラス3来たらすごいカードになるだろうなっていうぐらいのスタッツしてますよね。リバプールファンなら絶対に作りたい1枚ですよね。で、プレイスタイルプラス優秀です。的確なプラスとシールドプラス。ミッドフィルダーなら、5個、トップ5ぐらい上げるなら、シールドプラス、テクニカル、鋭い的確、ここら辺になってくるので、あってきたかかな。容赦なしか。ここら辺のうちの2つを持っているっていうのは本当に大きいですし、その他にも容赦なし、トラッパー、パスカット、ロブタツ、鋭い高精度を持っているので、本当にケミー、プレイスタイルはいいですね。で今回4-3-2-1の攻撃的なセンターミッドで使っていきます。で、すみません、ケミストリー悩みました。とりあえずエンジンをドリブルカバーするために上げてるんですけど、シャドウであったりハンターという選択肢もあると思うので、ちょっと試合に使いつつ見ていければなと思ってます。ではクラーク見ていきます。この選手がクラークです。ドリブルに関してはシールドプラスがあるので決して悪くはないんですけど、やっぱり基礎的なドリブル能力の低いわけではないですけど85あるので、少し物足りなさっていうのは少し感じましたね。ただシールドプラスを持っているのでそんなにすごい気になるっていうわけではないですし、ちゃんと落ち着いた時のドリブルっていうのはこの選手の場合は全然できます。で、ファーストタッチであったりプレスプルーブンがあるおかげでボールの受け方っていうのは非常に良かったかなと思いました。で今回4-3-2-1のセンターミッドとして、ここ比較的攻撃的なポジションにはなるんですけど、
まあ、こういうシーンに入ってきてよりストライカーらしい動きもできるなと思いましたし、まあ、ワークレートがハイハイなのがこの選手非常に大きいなと思いました。攻守に本当に躍動してくれてるイメージでしたね。ここら辺のパスもしっかり出せてますね。で、まあ、何でしょう、全体的に使っていて不満はなかったですね。的確も持ってますし、シールドもあるのドリブルもできるんですが、何でしょう、ここがすごい良かったなって思うシーンとしては、まあ、パス、的確なパスプラスはもう確実に感じます。このプレイスタイルは本当に強いなと思うんですけど、なんかそれ以外ここが飛び抜けてましたみたいなことはあんまりなかったですね。で、まあ、ここ最初エンジンつけていて、割とシュートシーンが多くて、まあ、真ん中にクラーク今いるんですけど、本当にもうストライカーのような動きをしてくれて、まあ、ここら辺をね本当は決めてほしかった。決めなければいけないと思うんですよ、今のシーンとか。もう決定機で、あれを決めるか決めないかで、試合の勝ち負けに関わるので、まあ、そういうシーンが続いて、まあ、エンジン使ってる時は続きましたね。ここも決定機ですね。で、もう一シーン、キミヒから中に入っていって、まあ、フリット経由して。まあ、本当にキミヒとクラーク、2人とも的確持ちなので、もうパスはバンバン通せて、まあ、今のメッシのパスとかもエロいですね。で、ここから反対にしました。まあ、シャドウでもいいかなと思ったんですけど、どっちかというとシュートシーンが結構出てくるなと思って、でシュート外すシーンが目立ったので、ディフェンスよりシュートシーンの方が多いと思って反対にしました。で、ドリブルの感覚はそんなに変わらなかったです。むしろハンターの方がいいんかなっていうぐらいで、やっぱスピードが大事なので、まあ、テクニカルと、まあ、シールドの選手は変にやっぱりドリブルスタッツを触るぐらいであれば、スピードを単純に上げた方がドリブルしやすいことが多いですね。この選手も、まあ、しやすいとまでは言わないですけど、別にどっちでもいいかな。どっちかっていうとシュート能力であったり守備能力を上げる方がエンジンのパスよりもいいのかなとは思いました。で、まあ、ここら辺守備もしっかりできますし、守備もね、全然、できます。守備的に不満を感じたこともなかったですね。本当に、まあ、すべての項目において80点を上げられる選手だなと思いましたし、うん、その、なんでしょう、120点にはまだいってないかな、100点にはまだいってないかなっていうのが一つありました。で、まあ、やっぱドリブルかな。ドリブルがここがあとプラス5とかあって、もっと何でしょう、滑らかに動くってくるとしたらより面白いですね。で、比較対象として最近使った選手、チャルハノールは結構似てるかな。ただチャルハノールの方が僕は今の時点では上なのかなと思っていて、まあそれはね、もうドリブル能力だけの話ですね。ドリブルがチャルハの方がいい分、使いやすいというか滑らかに感じるっていうのがありました。で、ここら辺もシュートで、ハンターつけた時シュート能力がかなり上がったなって感じたので、そこは絶対この選手の場合ハンターが合ってるなと思いました。ここら辺もいいシュートですね。で、顔は固有じゃないんでこの選手全く似てません。では最後、クラークまとめていきます。現在の価格が39万コインになります。このカードがアップグレしなくて、この状態で39万って言われたら、個人的には少し高いのかなと思いました。スタッツ的にはすごい優秀な選手なんですけど、なんでしょうね、多分、変にドリブルスタッツが高くないのと、まあ、あとはやっぱり元がブロンズなので、ドリブルの感覚がちょっと微妙だなって思って、まあ、39万ちょっと高いなっていうのは現時点での評価です。ただ、まあ、皆さんご存知の通り、このカードプラス2、リバプールが勝てばプラス2、ホームアンフィールドです。僕的には、まあ、シティの方が完成度高いサッカー今してると思うんですけど、ホーム、まあ、クロップ最終年でサラも復帰してますし、まあ、どこまで出れるのか置いといて、まあ、リバプールの方が勝つ確率高いなと思いますし、まあ、引き分ける確率も同じぐらいあると思うんですけど、で、プラス2が来たら、もう本当に分からないですね。本当に化ける可能性もある
と思います。で、現時点でも総合視察2495で、プラス2が来たら最低でも2560ぐらいには上がってくるので、スタッツだけの話じゃないですけど、2560ある選手ってゲームでこの4人、あの5人しかいないんですよ。プテ、ジダン、マテウス、ベリンガム、まあ、あとファンデムーメンで、まあそこからさらにこのエボリューションを入れたら、本当に総合スタッツ的には2600クラスになってくるので、あのさすがに弱いってことはないですし、本当別カードになってくる可能性があって、トップクラスの40万このカードが40万超お得だよねっていう商談になる可能性も秘めてます。プレイスタイルも優秀ですしね。ただ今時点ではもう少し、もう一歩、あのこの選手なら他に代わりがいっぱいいるかなって感じになります。うん、悩ましいですね。なんか40万って、あのまあ僕はレビューアーなんで作ってますけど、一般ユーザーであれば結構高い値段ではあるので、しかも割とどっちかを選ぶ人が多いと思うんですよ。どっちも作るってなると80万になってくるので、まあただ作る価値は僕はあると思いますし、ファンカード以上のものは見せてくれますね。で、今回ケミストリーハンター使っていきましたが、ハンターでいいと思います。ここね、無理にあの爆発的にさせる必要性、この選手の場合ないですね。で、まあ、それこそプラスアップグレードが来たら、もうシュートスタッツもハンターつけたら文句なしレベルになりますし、まあ、ドリブルもプラス2、3くれば、結構使用感変わってくると思うので、まあ、エボリューション含めて、このカードは楽しみかなと思います。で、今でね、使うなら僕がね、このチャルハノールであったり、まあ、サワとか、あの、サワ、ブルーノとかと比べても、あの、ちょっとタイプの違いはありますよ。身長大きいんで。で、でこっちの選手は好きな方も多いとは思うんですけど、まだ差はブレの方が上かなとは思います。ただ本当に先ほどお伝えしたように、この選手がアップグレーしたらその2人を超えるポテンシャルは確実にあります。うん、まあ確実にあります。ただ7割ぐらいかな、まあ3割の可能性で全然だよっていう可能性もあると思います。まあ今安いセンターフィット多いんでね、まあギュンドワンとかも今後アップグレーするでしょうし、25万でチャルハも20万で、マジュリも11万、12万になってきてますから、うん、悩ましいですね。という感じで終えていきます。この後赤字出します。